こんばんは、名古屋のギャラリー、ギャルリードゥードゥのスタッフ、畑野です。8月11日から、好評開催中の、加藤慶典、エンジェルクロスも、明日最終日となりました。ので、明日のお昼にやるのちょっと危ないような感じが、時間的にちょっと際どい感じがしたので、久しぶりのライブ配信を行います。ギャラリーツアー的なライブ配信を行います。アーカイブにも残すので、こういったご時世です。なかなか行きたくても行くことができないっていう方に、主にというか、まあ皆さんに見ていただきたいんですけれども、そういった意味も込めて、ぐるっと、加藤圭さんの個展会場を見ていきたいと思います。ここから入りまして、圭さん今回というか、2020年の夏から毎年夏の8月に展示じゃない企画展を開催してくださってるんですけれども、今回で3回目の加藤圭さんの企画展となります。なんか今小泉公文で喋ったような気がする。毎回新作を取り揃えてくださって、うちのギャラリーは1階と2階があるので結構広いんですけれども、後で紹介します。インクジェットプリントの作品を除いて、すべて新作で持ってきてくださいました。Kさん近年は段ボールを支持体にして書かれてるんですけれども、そういった作品と、あと額装の作品と取り混ぜて、作品を用意してくださいました。これちょっと面白いんですけど、壁に画鋲をつけて、その上からマグネットで固定してくださっています。エネルギッシュなタッチが、特徴的な計算なんですけれども、きちんとこう、額装をして、しつらえてくださったり、見る方へのこう、なんていうんでしょう、美しく見せようという、こう、佇まいが感じられて、とても素敵ですね。こう、テイクアウトのドローイングも用意してくださっていて、ちょっともうこのあたりとかをもう見に来てくださった作家さん、多く作家さんが見に来てくださってるんですけれども、やっぱり K さん、愛され作家の K さんですので、これもう全の息だよみたいな感じで、もう、すごい皆さん、すごいみたいな。なかなかこう、この一本の線だけで画面を成立させるという、この、すごい覚悟というか、集中力の研鑽が行き届いていて、本当に素晴らしい、素敵だと思います。はい。こんな感じで、お2階はうちは白い壁でして、Kさん搬入の際に、たくさん大きい新作持ってきてくださって、こっちだ、あっちだと、じっくり検討してくださり、白い壁のフロアは、こういった感じで、展示してくださいました。これはちょっと近づいてみるとより面白さが伝わるんですが、家電のプリンターだったかの取扱説明書がコラージュされています。このあたりは以前書かれた昔の作品、昔のドローイングも混ぜてコラージュされています。Kさん曰く、こう取扱説明書を様々な国の言語で書かれてるわけですけれども、自分の知ってる言語、例えば日本語だと文字列として文字を認識するけれど、知らない国の言葉だとこういったデザインの配置に見えるのが美しいなと思って、デュシャンのレディメイドと同じですねということで、コラージュの一部にこう取扱説明書という一見美術と遠いように感じるものを取り込んでいらっしゃいます。 K さんのホームページにはお写真も載っていて、そのお写真もそのレディメイドの精神に乗っかったものが多いので、よかったらぜひご覧ください。はい、そしてどうしても映り込んでしまうけれど、こちらがその先ほど申し上げました唯一2006年の作品、鉛筆ドローイングをインクジェットプリントで出力したものになります。こちらはKさんの心に住んでた天使ちゃんということで、天使ちゃんってそれが天使ちゃんともKさんは表現してたので、めでていらっしゃるご様子が伝わりますね。Kさんが経営されてる呼び継ぎのKアートスタジオにも天使ちゃんの立体像とかがあるので、ぜひ見に行かれてください。Kさんの心を支えてくれた大切な天使ちゃんだそうです。はい。で、2階の黒い壁の部屋にやってまいりました。
黒い壁のコーナー、ちょっとこう、あれなんですよね。どうしてもその反射とかで見づらい点もあるかもしれないのですが、ちょっともう少し今の画角で見せてくれとかがあったら、もうお気軽にコメントをください。はい。ぐるっと見ていきましょう。その2階の、一面、片面は白い壁なんですけれども、こう、白い壁なんですけれども、なので、いいえ、照明が1階と同じ趣なんですが、反対側は、毎度おなじみドゥドゥの反対側は黒い壁でございます。はい。黒い壁に、今日のインスタの投稿にもアップしたんですが、こちらの壁面、こんな感じで、グレーが入ってきておりますね。画面の作品の中にグレー、このあたりなんか顕著ですね。このグレー、ちょっとブルーが入ったグレーと、これは、こちらが DM の案内状に使われているメインビジュアルの作品です。はい。で、こちらは、去年開催していただいたブラック&ホワイトのような、こう、なんていうか、禅とか書とか、そういった和の呼吸を感じる作品となっております。はい。Kさん、学もご自身で作ってくださって、それがまた、かっこいいですね。なんか、すごいな、どこから撮っても絵になる。ので、さすが K さんの作品群でございます。こちらのミラクルの解説で今回パパッと締めさせていただきます。こちらの作品のタイトルはミラクルというタイトルなんですけれども、偶然だとはおっしゃってたんですが、偶然にもこう十字架のような形になっていて、で、真ん中に以前描かれたドローイング、なんかこう具象的な人物がにやりと笑っていらっしゃって、思わせぶりな英語のセリフもついていて、で、こう、展示がもうダイレクトに壁に打ち付けてあるわけですよ。ミラクルっていうタイトルで、上下左右が釘で壁に打ち付けられていて、クロスでございますねっていうことで、搬入の時ちょっと、ドキッとしたとのことですが、でもそういった宗教的な意味合いがあるわけではなくて、こう、Kさんの中から浮かび上がってきたものということでございます。はい。でもその、やっぱりKさんは結構浮かび上がってくるものとか、自分の中にある宇宙っていうワードをすごく重要なワードとして使われるので、そういった、こう、なんて言うんでしょう、作品にも現れてくるんですけども、結構その、さっき話したワードも結構、場合によってはデリケートなワード、まあ場合によらずともデリケートなワードかもしれないんですが、そのちょっとチャーミングな熱さ、熱で、なるほどとこうふふふと元気を与えてくれる加藤圭さんの展示でございました。今日もご本人がそう、やっぱり見る人にエネルギーとか元気を与える作品、制作をしていきたいですねっていうことだったので、まさしく、はい。そんな、ごめんなさい、こっちで終わるとあれなんで、2階で終わります。2階のなんか、こっちで終わろう。はい。そんな、加藤圭さんの、展示、エンジェルクロスは明日が最終日です。午後1時から午後6時まで開催しています。作家の加藤圭さんも、終日在廊してくださる予定なので、お近くお立ち寄りの方は、ご無理のない範囲でぜひご来場お待ちしております。それではここまで聞いてくださってありがとうございました。さようなら。